はい、どうもコミです。さて本日は関西クラクラクラブからお届けしてまいります。でクラン対戦リーグのアタックから見ていきたいんですけども、結構ね今回苦戦しています。まあドラゴンライダーのね修正が若干入ったっていうこの効果も結構でかいんですけど、まあそれに加えてクロスボウの新レベルですね、この2つが出たことによって、これまでドラゴン系戦術で割とブイブイ言わしてきていた関西クラクラクラブがだいぶ苦戦をしている。ただ僕らだけではないんですよね、苦戦してるのって。全体的にどのクランも獲得星数がね少ないです。今これ35対35対になってますけども、例えばこれって今まで言っていったら37、8ぐらいで勝負するっていうのが主だったんですよね、キャンプ1って。それがこれぐらいの全開率、まあ、2回ぐらい全開が取れなくなってきてる、2、3回ぐらいかなっていう感じなので、まあ、全体的に全開率が下がっているっていうことが言えるっていう、まあ、環境ですかね。これからもう少し今のその環境が煮詰まってくると全開率また多分上がり出すんですけど、この過渡期っていうのは、まあ、絶対にこういうね落ち込みが出てくる時期なので、結構皆さん辛い思いしんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、まあ、そこをね乗り越えるヒントに今日の動画が学ればいいかななんていうふうに思いながら撮っているところです。でまず1本目、ドラゴンライダーの修正ですね、どんな影響があるのかってところをちょっとね詳しく見ていきたいんですけども、これにミケさん申し訳ないね、これ、本人的には悔しい爪をあげちゃうので、少し心苦しいところはあるんですけども、ミケさん、今回5分の2かな、全開が。で、普段は7分の5とかで全開するプレイヤーなので、まあ、だいぶこのドラゴンの戦術におけるその環境変化が効いてるのかなっていう感じですね。まあ、5分の2だから、まあ、このまま残り2回全開したら7分の4、まあそうですよね。ちょっと苦しんでるかなっていう感じがします。で、今回のアタックもドラゴンライダー、ハイブリッドにして攻めているんですけども、面の取り方はいいですよね。割とその広げすぎず狭めすぎず、ホーミングもちゃんと、突撃艦で回収しながら花火で、この辺の対空砲なり、クロスボウなり、なんだこれタウンホールとか主要防衛を取っていってるんですけども、ここ見てほしいんですね。ここドラゴンライダーがドラゴンの前に出ちゃってますよね。これでドラゴンが、タンクですね、エリクサタンクに捕まっている間にドラゴンライダーが前に行っちゃってるんですね。こうなることによって一気に集中砲火を食らって落とされてしまうっていう現象が、まあ、結構頻繁に起きるんですよ。でかつ、まあ、ドラゴンライダーが今、ここの、なんだ、この施設かな、この辺のなんか大工の小屋かな、これをタゲっていた時にここね、アーチャー塔からこう撃たれてたじゃないですか、こういう風に。これって今までであればこの奥側のこっちのアーチャー塔とかは割とねワンチャン打たずに大工の小屋殴れてたりしたんですよ。なんですけど、ほんのちょっとねドラゴンがこの射程距離が短くなったことで前に出ていくために、防衛殴ってる間に奥の防衛からダメージ食らっちゃうっていうケースがもうそこかしこで起こるんですね。でこうなってくるとやっぱりドラゴンライダーの体力が削られちゃって、ドラゴンより先にドラゴンライダーが落ちていくっていうことが起こるんですよ。これ今まで逆だったんですよね。ドラゴンライダーは割と最後まで生き残るケースっていうのがあったんですけども、ちょっとやっぱこの辺をねうまく使っていかないと、ね、ドラゴンライダー系戦術っていうのはこれから少し苦戦強いられる環境、やっぱりこれはもう続くと言わざるを得ないですよね。なんでそこの工夫がやっぱり必要で、まあ、今日は、そういう工夫に関して詳しく見ていこうというふうに思います。で、ですね、とは言ったもののっていうのがちょっとあるんですよね。まず一つは、これ、こういう回廊系の配置ですね。で、これに関しては、クローン3枚積んだ、まあ、いわゆるノバ系戦術みたいなのがめちゃくちゃやっぱり楽ですね。まあ、僕、この配置だったらおそらく別の攻め方をするかもしれないけども、ドラゴンとかドラゴンライダーの戦術を主に使っている方にとっては、この、ノバ系の、ノバ系というかノバですね、はいいと思います。基本的にはこのクランジオ、に、パパキンアタック位が入らないように反対側からね、出していきながら、こっちですね、金食い出していきながら、ドラゴンの面を、ね、作ってあげてドーンと当てていく。でトルネードがここに出てきたとしても逆にですね、先に引く分には割とよラッキーで、これ、ね、奥側に出したクローンバルーンに、トルネードがかからないとそこから先めちゃくちゃ伸びるんですね。これなのでこういう配置をもしも準備する方っていうのは、トルネードはねなるべくドラゴンを警戒するんであればタウンホールの、付近に置いとく方がいいですね。
今みたいにクローンにバルーンがかかる前にそれに引いちゃうとあんまり美味しくないんですよ。特にこういう序盤ドラゴン系戦術するんだったら、フォームでこの辺ってやっぱり守られているゾーンなんで、そこでトルネ引いても突撃感落ちないし、ワンチャン落ちたとしてもクローンロード作っちゃえば、あのクローンでそのままタウンホールまでバルーンコポン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 って増やしていけたりするんで、まあその辺はちょっと気をつける必要があるかなっていう感じなんだけども、そうするとほらこんな感じなんですね。ドラゴンライダー最後まで残ってるんですよね。だからその戦術によってのなんていうのかな、その戦術と村の相性の部分をしっかりと見極めて使っていけばこんな感じで結構残ります。強いでしょ、あの普通にクロークも残っていたしねっていう感じになるんですよ。だったり、もう一個はこれもエースさんかな。エースさんやっぱ工夫が凝らされてていいですよね。ちなみにミケさん多分これ前回とか撮れたはず、この辺かな、ミケ猫さん。ちょっと前回撮れなかったリップは開けちゃったから、本当は前回も流したいんですけどもね、ちょっと今回はエースさんのこれを見たいごめんなさい、行ったり来たりしまくってんな。はい、こちらですね。ドラゴンドラゴンライダーからの突撃艦スパリズですね。これね、今選んでいるこの村みたいにタウンホール周りの裏側っていうのが、タウンホールがあって、その、まあ、裏側こっち方面ですよね。この辺に施設が密集してるの分かりますかね。これゴッグーっていっぱい密集してるでしょ。でこういうところに対してはもうこのスーパーウィザードが刺さりまくるんですよね。まあ1個はチェーンがつながるっていうのも1個理由なんですけども、チェーンがつながるプラス、罠がないことが分かってるんで、だいぶやりやすいですね。こんな感じ、これ突撃艦落としていって、はい、取りに引くんですけども関係なしですね。この位置だったら全然タウンホールとクラン城を起点にチェーンをバンバンぶち込んでいって強え、これは強い、わわわわわわ、おーマジかすげえ、対空2本持ってったという感じですね。これしかもシングル持ってって、さらに対空もう1本、はい、もう一発みたいな感じ、これ強えなっていう感じになるわけですよ。こうなってくるとドラゴンたちを止める防衛がほぼほぼなくなってくるんで、もう圧倒的ですよね。はい、フリーズの呪文も残り3発持っているっていう感じですね。クイーンを止めて、あとはどこ止めるのかな、これもう止めるところがないぐらい防衛きれいに削れてますねっていう感じです。なので今のこのエースさんが攻めた村みたいに施設が密集している場合っていうのは、実はガーゴイルってあんまり美味しくないんですよ。花火って花火使っちゃうと防衛施設、真下にある防衛施設がなかなか壊せなかったりするんで、砂みたいにここだけ残っちゃったりするんですよ。こういう風にここは壊せてるんだけども、ここはね、この部分だけが壊せてないみたいなことが起こるわけですよ、花火使うと。でそういう場合には突撃艦スパビズっていう形で削っていくのが割と個人的にはおすすめな方法ですね。こんな感じでもうガンガン削れちゃうので、あとはもうドラゴンの能力云々とか関係ないですよね。呪文残して、黒く残して、ロイちゃん、クイーン、ユニコーン、ドラゴンみたいな感じ、こんだけ残ってりゃまあトコトコですね、はいっていうアタックになります。ではですね、最後の1本は、TH コンプリーターさんから見ていきたいと思います。で、ちょっと飛んでまいります。はい、こちらですね、K さんのアタック見ていきたいと思います。クローン2枚の花火ですね。で、このクローン1枚、クローン2枚っていうのは、まあ、ちょっと今回語ると長くなっちゃうんで、省きますけども、いずれにしても、花火戦術が使えなくなったっていうわけではないので、使う村を選べばっていう感じのところですね。で、今回の K さんのこの攻め方見てみると、ドラゴンライダー2体しか入れてないんですよね。で、これの仕事っていうのがもう序盤で終わるんですよ。で、中盤から終盤にかけてはドラゴンで押していくような形の攻めになっているんで、そこが、溝かなと思ってます。これまでみたいにですね、ドラゴンライダーをガンガン積んでやる花火っていうのは、まあ、花火に限らずなんですけど、ドラゴンとドラゴンライダーの数を均等にしすぎちゃうと、要するに分断させられちゃうんですね、前衛と後衛に。で、ドラゴンライダーの方が当然前に今出やすい環境になっていて、被弾しやすいので、これですね、あんまりもうほとんど前衛後衛ってでも変わんないんですよ。けどドラゴンライダー前に出てるの分かるかな、今ちょっと一瞬前に出てまた後ろ下がったけど。で、こんな風に前にどんどん出ていっちゃうので、だいぶですね、ドラゴンライダーが、やられちゃってからドラゴンが後ろから追いつくみたいなパターンっていうのが往々にして起こるんですよね。なので、
序盤にドラゴンライダーを使って、もう主要な防衛にこう差し込んでいって、で、中盤から終盤にかけてはドラゴンを伸ばしていくみたいな形のイメージ感で使っていくと、結構今の環境ドラゴンライダーは使えるかなっていう気がします。で、まさにそれができてるのが K さんのこの攻めですね。2体のドラゴンライダーなんですけども、これ4体とか入れちゃうと、ドラゴンの数が減っちゃって、ドラゴンライダーだけがやられちゃうみたいなパターンになっていくので、注意が必要っていうところですね。はい。細かく言うと、ドラゴンとドラゴンライダーの数って相手の配置によって、切り替えてもいいと思うんですけど、例えばヒーローが手前にいるときにはドラゴン少し多めとか、で、止まる要因がない、そのタンクとか、こういうね、ドラゴンが捕まっちゃう要因がない場合には、ドラゴンライダー多めにして、一緒にどんどん進ませていくのもありとかいうね、いろいろパターンはあるんですけども、一般的に今、なんていうのかな、汎用性のある編成として考えるんであれば、ドラゴンライダー2体ぐらいでいいかもしれないなっていう気がしますね。3体以上入れると、ちょっと配置によっては、1本目見てもらったミケさんのリプレイみたいに、ドラゴンライダーだけがこう先行しちゃう場面が出てきちゃって、で、うまくいかないっていうことが起こり得るので、なるべくなら、ドラゴンライダーの数っていうのを少し今は減らした方がむしろ、安定しやすいかなっていう気がします。はい、難しいんですけどね。増やした方が当然刺さりは強いんですけど、増やしすぎると刺さんなかった時痛い目見るみたいなパターンなんで、そこは、ちょっとですね、これから僕ももう少しドラゴンライダーのこの数の配分だったり出す場所に関しては煮詰めていきたいなっていうふうに思っているので、また分かったらそれは、動画にしていきたいというふうに思いますので、楽しみにお待ちいただければと思います。はい、というところでですね、本日はドラゴンライダー系戦術における、攻めのバランスだったり戦術の選択みたいなところっていうのを話をさせていただきました。やっぱり結論としては、攻めるときにどの戦術を使うかって村をしっかり見極めて使うと、全然まだドラゴンライダーって強いんですよ。だけど今までと同じノリで何でもかんでもこれでいっちゃえっていう風な攻め方をすると結構ミスるので、おすすめなのはドラゴンライダーの数少し減らしてドラゴン主体で攻めるような形を作っていく方がいいかなっていうところと、あとは今言ったように回廊だったらノバ系、バルーンクローンを使うし、めっちゃ密集してんだったら突撃艦スパリスにしちゃうのもありだし、今回の K さんみたいに、なるべくね、ドラゴン主体にしながらもタウンホール中心付近にこうクラン城とか、タウンホールとかね、投石機とかそれをまとめて、花火で狙えるなって思う場合には、その辺の主要防衛、っていうのをまとめて花火でぶち壊していくというパターンもありです。この辺っていうのはね、本当に相手の配置を見ながら戦術を使い分けていくっていうポイントなので、言い方を変えれば面白いし、逆を言うと、なかなかこれって1個で決め打ちでやっていくのは難しくなっている、それが今の環境かなというところになります。はい、ではですね、本日の動画この辺で終わりにしたいというふうに思いますが、私のチャンネルタウンホール12から14までこんな形でクラン対戦の買い付けの動画中心に扱っております。今回タウンホール14だけでしたけども12、13も扱っていきますので、今回の動画もいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。そしてまたこれからもご視聴いただけたら大変嬉しく思います。では本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。